いろいろと悪評もあったりするところだからね。うん。席料八千円。で、チェイサーだけで。六十分粘って速攻帰る。細客な。どうもはじめまして。レオスです。<laughs> えー、すごいゴージャスな格好してるね。こういうところ。働き始めたのってつい最近なの。はい、えっと、あの、家族が全員病気で。ああ。 <あ>私が働かないといけなくてなじゃ家族を支えるためにここで働いてるんだねえでもでもでも、うん、ネオさんには無理とかしてほしくないから。うん うん、だから、あの、いろいろと大丈夫だからねあ、いや、めっちゃ気遣えんじゃん、希望ちゃんなんか結構さ、喋り方独特だな、変な、こんな言い方したら悪いけどねえ、変えー、いや、<ん>可愛らしい変かないや、そ、そんなことないよ、可愛い可愛い、えー ありがとう。ありがとう。うん、すごく可愛くてさ、ね、昔飼ってたなんか、猫思い出したね、ほんとに。猫、え、うん、猫みたいでよく言われるえ、なんか、うちの飼ってた猫が死ぬ前に、そんな感じの鳴き声してたなっていう風にね。<laughs> えボ、うん、これちなみに、写真とかは撮っちゃっていいのえ、写真ちょっと聞いてみますね、うん。ムービーとか撮っちゃっていい感じまずあのー、ちょっとクソ客なんすかな、なか写真。<laughs> の要望とかたでた。なんか,のかなんかクソ。まあただだったら見るけどね、全然。ただだったらね。ポリ対し200倍らしいんですけど。あ、ポーズ200万なんだ。でもでもでも。でもでもでもうん。シャンパンタワーしたらついてきます。シャンパンタワー。3000万でシャンパンタワーしたら無料で、ね。3 0 0でシャンパンタワー。えーすごいね。すごい値段だね。なんか。 いやでも確かにちょっとシャンパンタワーは厳しいかもしれないんだけどもレオス・フィセントさあのチェッキなんですけどはい一モい万円かかるみたいですじゃあムービーだったら一本十万円っていうことかなじゃあムービーですかムービーだったら1本っていうことだもんねそうなの連続のフレームレートごとの写真と言えるのではえ 糸データにつきとかじゃなくて違うのそれはいといといとでもムーピーは一秒につき30フレームだから一、うん、<laughs> 秒を、えっと、300枚の言い方かもしれないです30それはちょっとね、えー、厳しいかな言えるでは、まあ、うん連続的な写真とじゃあ一枚のチェキとポールダンスしてもらおうかな<ー> <え>皆様よければポールタス近くのお席でどうですか。え、こっちってこと？はいどうぞ。うん？<え>ただ雲を眺めて過ごすのはもういいよね。ただ雲を眺めて過ごすのもういいよね。ただ,いい、ね、ただそれだけのことを悩むのはもうやめたさざなみ。 音に癒されてく奇跡を運ぶ風の音時を閉じ込めて何この格好シャイニングスター綴れば<え>夢に眠るずっと背中見せてくるんだがこいつ手のひらに降り注ぐ<は>新たな <coughs> 世界タン絡んでるやんなこの完全武装 こ,こいつずっと背中見せてくるんじゃんだってもう完全に歩き,歩,きか歩いた時のさ服ずれの音がさマットマックスじゃんフェリオさん見たけどさあー大変心苦しいのですがお時間の方となってあ<ー>てあっもういいですはい <laughs> そうだねまあちょっとご清算する前にね まあ私もパン屋やっててねいろんなお店に営業かけてるからこういう客商売っていうのはすごく分かっててまあそのままの,あのやり方でやってると絶対客つかないと思うからもうちょっといろいろとやり方っていうのをねあのなんか本なり何な,なりの読む,読むなりしてちょっと学んでった方がいいかなって思ったねうんじゃあありがとうねバイバイ教えてもらってよかったねのぞみちゃんキちゃんねうん<ば><ー>じゃあ案内してもらおっか<タッ><タッ>あここのキャストに暴力をるけてるやばいやばいやばい 渋谷が決めます。私のこ方趣味してください。あの希望ちゃんがどうしてもということで、あ、ご飯も気に入ったので、志村さん、ありがとうございます。じゃあとりあえずビールもらおうかな。ビールで、あ、そうしました。もしよろしくと希望ちゃんにもあの飲み物の方ね、あのもしもしよろしく。ビールかいいよ。じゃあビールを二つ持っていただきたい、持ってください。いただきます。でもいいですか。あ、どうぞどうぞ。 当店新鮮なミックスナッツ揃えておりますああじ,ゃあじゃあちょっともらおうかなあ,ありがとうございます希望、うん、ちゃんは食べたいえ、すごい私も食べたことないミックスナッツ、えー、お客様もしかして希望ちゃんにまでミックスナッツをまあいいよ食べたことないクロクさんえクロックさん、時間とか大丈夫かな どいうことどういうこと？ちちか？ややこいのややこいのにちょっと捕まっちゃってて。は？え何？ややこいのに捕まっちゃって。ややこいじゃない誰のこと？ややこいじゃいですキモじゃん。誰のこと？ねえ。ややこいのって誰？えいいやいや気のせい気のせい。いやいやいや。あの私あれなんだけど。何？ え、責任取ってよどういうことだよ今隣の席に座って妊娠したから私。黒服どうなってんだこの店ちょっとねえ、一緒に病院行ってよ黒服もう妊娠したんだけど黒服どうなってんだ何なさったんですかお客様何もしてないよ隣に座ってビール飲んだだけだら妊娠してよ隣に座ってビール飲むってそれはそれはもう妊娠するだろどういうことだ ママ、取り上げて誰か。どうかなさいましたか。ちょっとあの隣に座ってビール飲んだだけで妊娠したとか言い出したんだよこの子。駅人とって。ちょっとどうなってんだこの店。一緒に病院行ってよ。あなんかちょっと気持ちお酒飲んだらなんか一緒に収まりそう気持ち生まれる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 。了解。了解。 でお菓子お菓子ういう赤ちゃ赤ちゃんになっちゃいましたよ。産んだ本人が赤ちゃんになるっどういうことだよ。おい <laughs> 元気な女の子ですよこれ。普通の女の子に戻してあげないとどう,どうしたら戻るのかなこの赤ちゃん。ミックスなりするまで煮詰めとけよ。<laughs> パン,パパンパああもうお父さんだと思い込んでたね。<ー> <laughs>